なるの友達おめでとうございます。あれあれあれ、みんななんで今月は体操服着てるの？そうだね、運動会がいつ？そう、10月の1日の土曜日。もう来週の土曜日だよ。ねえ、あっという間だね。さあ、大切なことが園長先生2つあると思うんだ。一つは、みんな運動会やりたいよね、出たいよね。だけど風邪ひいちゃったら、寒くてお腹が冷えてお腹を出して寝ていたら、お腹痛くなったら運動会は？そうだね。ね、もしかしたらその時体の具合が悪くてお休みしちゃうかもしれないけど、でもできるだけ出たいよね。そのためには普段から病気にならないように注意してください。はい、あともう一つ、運動会に出てみんなどんなことやる？かけっこをしたり、いろんな競技に出たり、お遊戯やったりする。今練習してる？練習してるね。園長先生も見てるよ。みんなどん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 上手になっていきます。でも普段できていても運動会の時間違っちゃったらどうする？もうできないって諦める。かけっこしてて競技しててトトトトト転んじゃったらどうする？もう諦める。もうやだってやめる。靴がポーンって脱げちゃったらもう走るのやめる。違うよね、みんな分かってるよね。少しぐらい、あるいはいっぱいいっぱいでもいい。間違っちゃってもいいです。転んじゃってもいいです。靴が逃げちゃっても、脱げちゃってもいいです。大切なことが、それよりも大切なことがあるんです。それは、最後まで一生懸命やることです。わかった？何が、いや、あるかわかりません。運動会一回だけだからね。もう一回やりたい、やり直ししたいって言ってもできないから、失敗しちゃうこともあるんだけど、大切なことは最後までやること。転んじゃっても、そう、諦めない。立ち上がってまた走れるかな？大丈夫かな？靴が脱げても、そのままでゴールまで行けるかな？大丈夫だね。お遊戯の歩行、間違っちゃっても、間違っちゃったわーんって泣かないで、最後まで踊れるかな？大丈夫？なんかお約束の声が小さいな。最後までできるという人、はい！あー、そうだね。はい、9月生まれのお友達も最後までできるかな？できる人、はい！はい。みんなお手手が上がりました。そう、運動会で大事なことは最後までやる、諦めないってことです。さあ、いよいよ来週の土曜日運動会になりますね。お天気いいといいですね。園長先生やお家の方に、いろんな人に、みんなが最後まで頑張る姿見せてください。はい、じゃあ園長先生のお話終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。